ロットバルトバロンミュージックビデオアワードラウドカラーズフェスティバル。はい、始まりました。言えました。言えました。よかった。一番大事なところ、はい、もう大丈夫です、はい、はい、皆さんこんばんは。ロットバルトバロンのボーカルギター三船雅也です。はい、そして一緒に MC を務めさせていただきます三原由紀です。よろしくお願いします。まーす。はい、ということで三船さん、はい、始まりましたね。始まりました。始まりました。始まっちゃいました、ね、実はあの初対面なんですけど、はい、そうなんです。あの、ね、本当に田中総一郎がお世話になって共通の友達という感じで。そうなんです。はい、はい、お世話になってます。総さん見てる。総さん見てるかなはい、この番組の概要をね、まずは説明させていただきます。はい、お願いします。はい、この番組ではロットバルトバロンが昨年10月にリリースした5枚目のアルバム極彩色の祝祭に収録されている曲のバーンハウス、イブ、GGマンの中から1曲選んでいただき、そのミュージックビデオを作っていただいて、プロ、アマ、日本、海外問わず一般公募された作品をこの番組で品評するという内容になっております。そして今夜見事アワードに選出された作品はオフィシャルミュージックビデオとしてメディアでオンエアされますということで、ね、あの今日投稿してくださった方はもしかしたらドキドキしながらこの番組を見てくださっているではないでしょうか。ということでまずはこの企画を発案された三船さんとそして菱川さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、ちょっとね、緊張、私も緊張してるんですけど。すいません。皆さんも緊張されてますか。大役をすいません、本当に。いえいえいえ、ね、でもすごい企画ですね。これはどうやって、あのどういったきっかけで始まったんですか。どういったきっかけで、どういったきっかけで、でその前に、まあ、ここにいらっしゃる菱川さん、はい、菱川誠一さんをですね、まあ、軽くご紹介させてください。まあ、ドローイング&マニュアル、あ、出てるかな。ドローイング&マニュアルというですね、まあ、映像制作なんていう、まあ、みんなでこう緊張キャラでいこうかなすいませ ん。ここからだんだんほぐれていいと思いますんでまあ、俺が菱川さんに会ったのはあの前々作の、あれです、獣たちの名前というアルバムでですね、うん、あのミュージックビデオを一緒に作ろうっていう企画がありまして、菱川さんの事務、うん、あ、菱川さんライブ、あ、違うわ、レコーディングに来てくれて。そう、でレコーディングに打ち合わせで来てくれた。それは映像を撮りに行ったんですか。いや僕もよちょっとよく分からずに行って会いに行ったんですよはいはいはい、とにかく来てくれたんです。はい、泣いちゃったね。いきなり初めましてで俺らの曲聴いてダーって泣いてて、曲聴いて泣いちゃって僕。いい話。いい話。なかなか自分で言わないんですけどね。本当いい話ですね。そのぐらい感動したっていうことですもんね。そこのご縁で、まあ、ビデオ作っていただいて、まあ、あのスキフルソングっていうのと、あれですね、春の嵐っていうのを2本作っていただいて、そこからご縁でずっと仲良くしていただいて、まあ、去年末もね、パーシマオンホールでの長尺ドキュメンタリーをカメラを持って、そうそう、勝手にカメラを回すあ、ドキュメンタリー撮ろうという計画だったわけではなく、いや割と普通に、あ、パーシマンやるんで遊びに来てくださいよっていうメールをいただいて、どこでリハやってるんですかって言って、リハはここでやってますって言って、行きますって言ってカメラ、ずっとカメラ回してた。それがめちゃめちゃ撮ってたって。めちゃくちゃ撮ってた。パーシマも2日間めちゃくちゃ撮ってた。撮ってました。で、まあ、相思相愛ですね。そう。で、ラブラブ。まあ、菱川さん、ちょっと菱川さん想像してたキャラと違いました。いいんで。そうですか。はい、緊張してます。そうですかね。うん、菱川さん、そんな中で、まあ、いろいろお話ししていく中で、菱川さん学生さんにも、ね、うん、あの教授として教鞭を取っていらっしゃって映像を教えているということで、はい、うん、まあ、新しい偉い人なの本当は実は偉い人、はい、何言ってんの、まあ、すごい人なんです、うん、はい、まあ、その中であの新しい映像クリエイターの、まあ、教えている子たちもいるし、うん、あのロットの音楽で何かクリエイティブをする機会を、まあ、こういうコロナの世界になってしまったので、あのなかなか僕らも映像の方と新しい才能を持った方とお会いすることってなかなか
タイミングもなかったので、うん、志賀さんと話が盛り上がってしまいですね、うん、こういったアワードを、まあ、デジタル上で映像のフェスティバルを作るのはどうだろうか、今回のアルバムのテーマも祝祭だったので、うんうん、それが作れないだろうかということで、うん、そうそう一緒にやっております。そう、祝祭っていいキーワードが出てきて、うんうん、でしかもコロナのここでなんかみんないろいろ考えてるだろうなって。そうですね、クリエイターとかもで、うんうんうん、これを機にクリエイティブやってみたいなって思う人もいるだろうなとか、うん、時間もね、ありま、ある時間もできた人もね多いでしょうし、うん、なんかみんな立ち止まってなんかいろいろ考えたでしょみたいな。本当にそうだと思います、うんうんうん、それはなんかぜひとも作って送ってっていう、うんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、そんなねきっかけから今日が実現したということで、今日はですね菱川さんをはじめとする5名のクリエイターの皆様をお招きして一緒に品評していきたいと思っておりますということで、順番にクリエイターの皆様をご紹介させていただきます。まずはスタジオにお越しいただいています丸山雄大さん、よろしくお願いします。失礼します。簡単にプロフィールご紹介させていただきますと、87年生まれ新潟県出身、高校卒業後、アメリカに渡りサンタバーバラシティカレッジの映画学科を卒業、そして2014年からフリーランスとして活動を開始、ミュージックビデオ、ドキュメンタリー、CM などさまざまなコンテンツで活動されています。そしてもう一人スタジオにお越しいただいています、大平彩香さん、よろしくお願いします。大平さんは福岡県生まれ、映像ディレクション、アニメーションのみならずライブ VJ など幅広く活動されています。最近では M フローやバッドホップなどの映像も手掛けられています。さあそして今回リモートでお二人参加していただきます。まずは歌舞伎沢子さんです。歌舞伎さん、よろしくお願いします。はい、歌舞伎さんはアダルトビデオ制作会社で映像制作キャリアをスタート、そして現在はアニメーション作家、イラストレーターとして活躍されています。世界4大アニメーション映画祭をはじめサウスバイサウスウエストやサンダンス、ロッテルダムなど世界各国の映画祭でノミネートや受賞されています。そしてもう一人リモートで枝優香さんです、よろしくお願いします。枝さん、よろしくお願いします。枝さんは94年生まれ群馬県出身、2019年に日本映画批評家大賞の新人監督賞などこれまでに多くの賞を受賞されています。昨年は羊文学、砂漠の君へ、崎山壮志、サミダレなどのミュージックビデオ、そしてドラマの演出も手掛けており、写真家としてさまざまなアーティスト写真や広告も担当されていらっしゃいます。今日は、この5名のクリエイターの皆さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいリモートからありがとうございます、ね、ありがとうございます。ということで早速なんですが、これからノミネートしたミュージックビデオを流していきますので、ご覧になっている皆さんもぜひ感想をねコメントしていただきたいと思います。どしどし、はい、三船さんどうですか、コメントすでに来てますか。ちょっといいかを見ます。はい、あ、みんな見てくれてる、ありがとうございます。なんか読めそうなものあったらちょっと、あ、楽しみにしてました、たくさん聞いてますって言ってくれてる、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。誰かが誰やねんって言ってて、誰なんでしょう、ね、誰やねん、誰ですかね、私川さんのこと、俺か俺か、全員誰に言ったんでしょう、ね、まあ、はい、見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。この後も拾っていきたいと思うので、皆さんぜひどんどんコメントしてください。はい、では今回はですね、審査員の皆さんのおすすめの作品を順番に見ていただきたいと思います。まずは大平さんのおすすめ作品からご覧いただきましょう。ゆうほさん作成のミュージックビデオ、バーンハウスです。どうぞ。このさ、これスタジオには音は流れない。そうそうそう。このなるほど、なるほど、今喋ってる声が配信されてる、はい、あ、入ってるんですね、うんうんうん、
この写真を使ったミュージックビデオ、なんか一番カラフルですごい、なんだろ、ロットさんのあの、うん、今のアルバムの感じになんかイメージ近いなと思って、国際化そうですね、タイトルですね、うん、一番なんかすごくアートワークとかそういったものの流れを組んでくれてる感じが、迷った、これは迷って、うん、あ、そうなんですね、みんな迷いますよ、迷った、うん、本当にめっちゃあるから、うんうん、絶妙なフォント感なんですよ、そうなんですよね、あの文字が出る白枠でちょっと下隙間あるじゃないですか、この感じすごい気になるんですなんかそれが逆にいいのかなと思って、本当が多分ど真ん中に来てたらまたちょっとバランス的に違うから、なんかこれがまたおしゃれなのかなと、あー確かに全然違いそうですね、うん、それでなんか余白がデザイン性のある余白みたいな、別妙に英語の半角とか全角、なんかあの英語の半角感とその全角っぽいスペース感がある。言われてる中の中にはやっぱりこれはアニメーションでしょっていうふうに思っちゃうのがあるので、やっぱりねグラフィックであること、グラフィック作品であるっていうようなことが大事だと思うので、確かにどのフレームで止めても結構成立する、大画面で見てたんで結構びっくりしました、ね、バグったのかなって画面がなんかそれもまた面白くて、うん、なんかそう、うん、おーありがとうございます、はい、ゆうごさんの皆さん迷ったりされましたか、この作品を選ぶの、これは迷いますよ、全部迷ったんですよ、うん、全部迷った、全部迷った全部迷った基本、うん、そうですよね井上さんもいかがでしたか、この作品は、いや本当に何だろう、俺からいいんですよね、はい、ね、俺なんかいや全部のこれから出てくるのもすごいんですけど、はい、なんだろうな、この曲に関してはやっぱりさっき言ったようになんか横に後ろに映ってるんですけど、俺のアーシャもそうだし、うん、今回は結構ラウドカラーズってタイトル、まあ、今回のねイベントもそうですけど派手派手だったんで、うんうん、なんかこうで日本人にない色彩感をこう持ち合わせたなんか作品を作りたいなと思っていて、うーん、アートワーク作ってた時になんかそれをちゃんと自分なりに消化してくださって、ユーホさんがこうアウトプットしてくれてる感じとかが、はい、なんかこの強烈な原色使いってなかなか日本でお目にかかれないビデオの質感だなと思ってて、うんうんうん、なんとなくあとディック・ブルーナを思い出すっていうか、あ、うん、ワンハウスのフォントとかもうんうん、そうかもしれないし、なんか色合いとかですかね、なんか外国 の, あの お, 菓子やすお菓子っていうかちょっとヨーロッパ入ってきてる、ね、そうそう、あ、ロンドンの あのすげえでかいスーパーマーケット、あ、スーパーじゃなくて、なんかあのなんだろう、リバティじゃなくてなんかあの辺の老舗デパートみたいなのすごい思い出すっていうか、あ、そういう感覚になりました僕、うーん、うんうんうん、はい、ユホさんの作品、あの石川さんもね、あのモーショングラフィックスだというお話がありましたけど、うん、そう、グラフィック
の作品としても見れるなっていうところが面白いなと。これ丸山さんとかどう思いました？あ、でもまあモーショングラフィックもしないんであれなんですけど、うん、そうそうそう、なんかでも聞いてみたいな。PV にはすごい合ってるなと思いました。なんかすごい、うん、曲のイメージ、曲と、はい、うんうんうん、色合いもすごい綺麗。うん、うん、そうですね。改めまして大平さん、こちら選ばれた理由を伺ってみますか。うん、なんか私自体がアニメーターっていうのとモーショングラフィックスしたりするので、なんか私にない発想みたいなのって面白かったのと、うん、あともう単純にロットさんのアルバムのイメージになんかぴったりだなと思って。その大平さんにない発想というと具体的にどういったところですか？なんだろう、なんか日本語をあまり私出さないので、日本語を出してあんなにおしゃれなのってすごいかっこいいなと思いました。確かに、まず歌詞を出すか出さないかっていうところもね、ご本人のセンスですしね。これ大平さんに聞いてみたかったんで、大平さんはこの間あのパーシモホールの公演に来てくれて、はい、そこで初めましてだったんですけど、はい、なんかあのアニメーションのワークフローって音楽とか映像って、うん、丸山さんとかもそうだけど、ビデオ撮ってて偶然が撮れるんですよ。レコードを回せるとなんかハプニングも作品になる可能性があるけど、ね、アニメって今作ってくれたゆほさんのやつもそうだけど、なんか自分の中で思い描かないとできないじゃないですか。そうですね、何か自分で手で描き始めなきゃいけないから、はい、なんかそれってこう偶然がに頼ってるっていう、偶然の要素を持ってる人間としてはすげえなって思うんですよ。確かに偶然は生まれにくいかもしれないです ね。なんかうまく描けたとかはあるんですけど、だって動かすものが自分で決めなきゃいけないじゃないですか。そうですね、確かに偶然ないですないですよね。ないですね。なんすげえ、どうやってだろうと思って、あ、うん、なんかもうどうなんでしょうね、どうやってんだろうといつも思ってたから、うん、そう、もう書くしかないですよね、とにかく歌舞伎、はい、さんともそうじゃないですか。だからそうですね、絶対書くからすげえなと思って、うんうん、そう、あと大平、お、そうなあ、あと何が聞きたいかな大平さんはいつ頃からアニメ作ってるんですか？いつ頃だろう、でも仕事になっているのはここ3、4年ぐらいですかね。でもずっとちっちゃい時から描いてたとかですか？いや、小さい時絵描くの好きだったんですけど、大人になって描かなくなって、ほんと3、4年前ぐらいから絵また描き出してみたいな感じで。はい、何があったんですか？なんだろうなんか、はい、アニメーションやりたいなと思って、もう独学で勉強してやり出しました。やっぱり絵を描くのとアニメーションとして動かすのでは全然違いますか？そうですね、絵描くの好きなんですけど、アニメってなったら同じ何枚も描いてこう動かさないといけないんで、うん、その作業すごい嫌ですねめんどくさいって、飽きてきちゃう、違う絵描きたいなって思って飽きてきちゃうそうなんだ。そうなんです、もう、なんか分かる気がするそんな感じです。ね、まだまだたくさんあのコメントも届いてますかね。見てみましょう。あ、すごい、はい、あ、なんかあのもっとうちわ話してくれみたいな感じになって、クリエイターならではの話で面白いですって。確かにそうだよね、皆さんもクラストークを聞きたいですよね。あとなんかめっちゃ曲を褒めてくれてる、ビデオの話歌舞伎さんもアニメーション描かれますけど、はい、はい、そのアニメーションの大変なところとか共感されますか？あ、すごい共感します。もう不快なことしかないです不快やっぱりストレスしかないですストレスだよね、絶対。歌舞伎さんのアニメすごい滑らかに動きますもんね。本当にそうですね、コマ数多いんじゃないですか？コマ数がすごいから、私とかよりもあの嫌なことが多いと思いますはっきり歌舞伎さん、今日寝てないって聞いたんですけど、寝てないんですか？あ、寝てないです。本当にすいません、あのこの番組のためにありがとうございます。寝てないっぽい、本当に、はい、そうですよね、あの絶妙なあの滑らかですっごい
なんか人間 でもこの動きしたいって思うような動きがダンスになってたりして、確かになんか、ね、あの動きを出すのはやっぱり枚数の多さなんですか？そうですね、なんかフレームレートっていうのがあって1秒何枚書くっていうのがあるんですけど、それを間違えて1回30枚に設定した時があって、で1秒30枚書かなくちゃいけなかったんですけど、それに気づいてなくて、いつまで経っても終わんないなって1秒30枚書いてたっていう途中。やばい。なんかアニメって普通8枚ですよね。だいたい8枚そう、なんかね、サザエさんとかが8枚ですよね。だから8枚に対して30枚書いてるのはやばいと思う。やばいと。だからね、あのディズニーが1秒24枚かな。そう、そうなんですか。ディズニー超えしてるんです。ディズニー超えしてる。一人でディズニー超え。すごすぎる。最高だよね。気づいてない、気づいてなくてやってるっていう。宮崎駿さんとかもドキュメンタリー見てるとずっとめんどくせえって言いながらやってました。めんどくさのとの戦いだみたいな。そっか、好きで描いてる人はやっぱそこの作業はめんどくさいんですね。あんなぼやきながらあんなことやってんだって、うん、そっか、そう考えるとちょっと勇気づけられますね。はい、ありがとうございます。では最初の作品はゆほさんの作品でした。ありがとうございます。ではどんどん紹介していきたいと思います。続いてのノミネート作品は丸山さんのおすすめになります。フィンランドから、これはちょっと番外編なんですね。これあのですね、まあ、持ち曲といいますか、お題の曲は今回さっきも説明していただいたようにあったんですけど、はるばるフィンランドからですね、俺を参戦させろとある男の子がやってきましてですね、ただぶっちぎって曲は違う曲を選んできました。はい、でもなんかその心意気というかすごく嬉しいなと思いまして、はいはい、それをみんなに共有したところ丸山さんがグッと今回これが良かった、はい、ちょっとこれをみんなに見てほしいなと。そうですね、です。いいものはいいと、いいものはいい、はい、乱入歓迎です。ということでフィンランドから投稿していただきましたヨヘル・ヘッキネンさんの作品でキングです。うまく流れてないってホラーに見えますね。本当ですね。いやでもなんか逆にそれがファンタジーに見えてきたんだろうな、曲とされてみると、うん、いいなって感じ。
見ちゃった。見ちゃってしまいますね。すごい。はい。三船さんいかがですか。いやこれなんかなんだろうな、まあすごい別にすごい高級なカメラ使ってるとかじゃないんですけど、はい、何かその解像度の粗さも含めて、うんうん、でなんか動きの抜き方っていうかちょっと白鳥が首をうんって動くあそこを使うんだとか、あのシーンなんかすごく印象に残りますよね。であのなんだろう、モノトーンとカラーの使い分けはちゃんとなんかあの彼なりにストーリーがあるし、なんかだんだんこう黄泉の国から海にまた帰っていくのか、なんか色がある世界がむあのようなのかみたいな暗示もちゃんとありながら、ストーリーが彼の中でちゃんと組み上がっていて、でどことなくそのムーミンにも通ずるっていうか、フィンランドのなんかダークさみたいなのがすげえあるなと思ってて、すごくあのヒリッとした感覚とかっていいなと思っていて、僕はすごくその辺が面白いなと思っていました。動きの抜き方とあのカットのちゃんとストーリーがあるっていうところがすごく何度でもちょっと見てしまうっていうか、ちょっと見ちゃうっていうか、うね、なんか今音スタジオでは音が出ないんですけど、そうやって見るとまた違うようにも見えたりして、なんか美しいのにちょっと怖さも感じるみたいな、その怖さがすごい素敵でした。うん、そうですね。丸山さんはなぜこれをおすすめに。そうですね、なんかまあ結構自分がずっとやってみたことに通りなんか似てて、真っ暗な森とか真っ暗な海でスポットライト当てるみたいな感じのことすごいなんかこれやってたんで、 あれは海でスポットライト当ててる、まあ、スポットライトっていうか、まあ結構強い照明をバーッと当てて、なんか本当に見えないことと見えないことが結構またはっきりしてるっていうか、はいはい、感じのなんかことが見れ、まあ、本当に自分が結構したかったことだったんで、うん、あこれいいなと思って普通に最初から見てて思ったっていうのと、うん、はい、あとカメラマップはなんか結構追っかけられてるっていうか、なんか第三者視点の感じのなんか感じで結構うまかったっていうのもあって、ちょっとこれに選んだって感じですか。うん、確かにその、ね、この光とか色とかどうなってるんだろうってこう思ったんですけど、うん、あの石川さんもこれモノクロかと思いきや色が乗ってるみたいなことをおっしゃってましたけど、うん、そうなんです。なんか例えばフィルムの世界で銀残しっていう手法とかあるけど、はい、なんかあれに通ずる、なんか単に、モノクロにして色を抜いただけじゃなくて、こうな何か残してるんですよね。ああいうところになんかこうなんていうんですかね、仕上げのこうクリエイターとしての意思を感じるっていうか、なんか意外とこうあの荒くやってるように見えてるけど、はい、実は結構ディティール凝ってるみたいな。そうですね。そんな感じがします。うん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 、その編集の面でも丸山さんいかがでしたか。うん、なんかすごい結構早いカット好きなんで、なんか、はいはい、うん、すごいなと思いました。確かに、はい、ね、なんか急に速くなったり、うん、あと素材の量もすごい多いし、うん、あとスローの部分と速いカット結構、ま、あの結構織り込んでて、うんうんうん、いいなって思います、うん、そうですね、その違和感がやっぱりこう惹かれますよね、また、うん、江田さん、この今の作品どうご覧になりましたか？あ、なんかあまり普段私が作ったり、うん、作品のトーンが違うので、はい、どっちかっていうと私が作るのは結構物語だったりとかストーリーがあるものが多かったりするので、うんうん、自分も作らないジャンルの、はい、どっちかっていうとなんかこうちょっと写真的なところもあって、うん、やっぱ見ていてこう逆になんかこう、ま、学ぶ気持ちで見てました、うん、あこういうやり方があるんだとか、アイデアいろいろですけど、三船さんは改めまして、はい、こうこれを選んだ丸山さんに聞きたいこととかありますか？これあれなんですかね、あの結構デジタルズームの域だから無理やり抜いてるんですかね、なんかレンズ上で画質がガッて荒くなるときって、そうですね、多分、うん、
まあ、逆に荒くしてるっていう感じですよね、多分ザラザラっとしてますよ、わざと質感の違いを出すためになのか、うん、すっげえズームしてすげえ固定してるのかどっちかだなと思ってて、うんうん、なんかそこはドキドキ、なんか変な緊張感が生まれるっていうか、うんうん、なんかそうです確かに確かにどっちなんだろうと思って、うん、野村さんに聞いてみようと思ってたんですけど、多分そうですよね、多分そう、うん、そうですね。まあでも後で多分後でやってるかもしれないですけどね。カラコレとかなんか、うん、なんかあの感じ、うん、編集うまいなって感じ。編集うまいなって思いますよね。うん、その感覚。うんうんうん。そうですね。あのチャットにもコメント来てますか？あ、今ね、さっきのコメントに枝さん、枝さんって叫んでます、みんな。あ、枝さん枝さんがめっちゃ顔をうずめてます、皆さん枝さんに喋ってほしいっていうことかな。枝さんっていうのがいた。枝さん、はい、枝さんファンでもなんかすごくあのあれ、光量がどんどん増えていく感じが曲の盛り上がりに沿ってて興奮するとか、うん、すごい。さやかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。課題曲じゃない曲を選んでるだけあって、この曲に合ってる映像な気がしますっていう。はい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 、ね、すげえ、たけしさんもありがとう。ヨヘルさんはお知り合いとかなんですか？全然知り合いじゃないんですけど。あ、そうなんですね。すごいですね、情熱を感じますね。メールの内容ではなんかコロナの前に東京にいたことがあったらしくて、はい、そこでなんかいた時にあのロットの曲聴いて、うんうん、すげえお気に入りだったから応募したみたいなことが書いてあります。メールを送ってくれたんで、すごい。ちょっと彼にはまだ何も連絡してないので、これから連絡しようと思いますねえ、このリンクを送ります。はい、ということでヨヘル・ヘッキネさんの作品でキングのミュージックビデオでした。はい、では次のノミネート作品もご紹介していきたいと思います。続きまして、あのリモートで参加していただいている歌舞伎さんと志川さんのおすすめ作品が同じだったということで、はい、その作品を今からご覧いただきたいと思います。多田海さんの作品でチーズイマンです。うん、僕ね、ほとんどね、このファーストカットにやられた感じ。おソフトで作ってる。ブレンダーってモーションもつけれるんですか？うん、あ、そうなんですね。ほとんどというか、3DCG のほとんどできます。あ、そうなんですね。結構多分ここ 1,2 年でブレンダー人口爆発的に増えてて、なんか最近すごい聞きますね。有料ソフトですけど、え、無料なんですよ。え、無料でできるんですか？無料なんです。すごい。まあ、ブレンダー勉強しよう、うん、結構ブレンダー使いが増えてて、無料のソフトなんですか？無料のソフト、すごいですね。え、これはここは実写ですよね。これは実写、うん、合わせてる。あの彼、あの僕の近しいところにいて。あ、そうなんですか。そうなんです。多田海さん。多田海、もうヤング、ヤングが。ヤング。ヤングです。ヤングがね、すごいもうね、いろんなことやってるんですけど、このヤング。
はいはい。いろんなことっていうのは、だから片っ端にいろんな現場に行って、はい、撮影とか編集とか写真とか、そこ行きたくてしょうがないんでしょうね。へえ。なんか映画の秘密を感じますけど、それがなんかセンスいいなと思って、ああいうこうこのワンショットで引っ張っていく、これすごいですよね、うんうん、結構勇気いりますよね、勇気がいるから長いカット使うのでも十分見れますよね。そう、うん、強いワンショットは本当にいいな、かっこいい。歌舞伎さんのコメントを聞きたい、めっちゃ聞きたい、ね、はい、戸田海さんの作品シーズン版でした。すげー、すごいですね。これはなんか聞きたいことたくさんありますけど、まずは三船さんいかがでしたか。いやでもその絵作りすごいっすよね。だからね、どうやって撮ったのって、はい、コメントをどうやって撮ったのって聞いてるんですけど、なんか CG なんですね。そう、光がさ、はい、ライティングがうまいんですかね、これ。うまいですね。ライティングですよね。だからなんかいやらしくなんないっていうか、コンピューターだって思わないところの絶妙なところ狙ってる感覚とかがすっげえ面白いなと思って。あ、ライティングなんだそれは。うん、だと思う僕は。あと水の揺れとかって結構パソコン収集いうやつですよね。うん、でもそうそう。で、多分あの確かにちょっと。うん、人工的なのを少し感じるんですよね、うん、でだけど絶妙だなと思って、そのなんか実写と人工の中間みたいな感じがする。そうそうそう、あんな雄大な自然なのに、あのなんかどこか気持ち悪いっていうところ でこうきっちりこう寄っていくとか、うん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 、その何のブレもなくいく、うんうんうん、超人工的な感じ。この作品の前回のアートワークとか結構モノリスがイメージになったりしてて、なんかそのがまた前のアルバムが多いって返ってくるみたいな俺の中でのストーリーがあって、そこにちょっと雑然としたその彼が撮ったであろうその街の中のすごい荒いビデオがボボボって入ってくるのがなんかギャップがすごくて、なんかそこで逆にまた横っ面引っ張られるっていうか、その結構新しいこの体験あんまりなかったんじゃないかなと思ってて、おなんか庵野さんのエヴァンゲリオンっぽいっていうか、アニメに突然実写がバーンって入ってきて電信柱バーンみたいな、なんかあの感覚に近いっていうか、メタいっていうか、うんうんうん、劇場で見てる俺ら映されるみたいな感じになるっていうか、うん、そういう気持ちになりました。面白いねえ、歌舞伎さんはこの作品を選ばれたポイントというのは何でしょうか。なんか特にこれといった理由はないんですけど、うん、なんか一番意味が分からなくて怖いなと思って歌舞伎さんらしいな、なんか怖い。で全体を見て一番の印象に残ったのがこの作品だったので選びました。うん、はい、確かにすごくね、最初の絵からめちゃくちゃインパクトありますよね。何が始まるんだろうっていうわけわかんなさ。うん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 、鹿さんは改めてこの作品のすごいところっていうのは、すごい、うん、そのポイントというかっていうよりも、はい、あのロットに合ってるなっていうのが、まあ、まず一番初めに感じた。だからもうさっきのコメントも言いましたけど、結構やっぱりファーストショットというか、まあ、あの一発目の絵で、はい、それが結構長尺でこうずっと続くっていうところで、うんうん、もう結構引き込まれるんですよね。だから、うんうん、技法云々っていうよりもそのなんかこうあのクリエイターとしてのなんかこう心意気というか、はい、もうずっとワンショットで見せていく時のなんかこう
だんだんとこっちが見てる側がいろんなことを頭の中で考えたりとか感じたりとかするので、はい、うん、確かにちょっとこう一枚上手な感じがしますよね。でしかも淡々と音楽が流れてるわけで、うんうんうん、こっち側に想像させる映像なんだ。そうですね、そのさっきね大平さんもその勇気がいるって言ってましたけど、うん、長いショットを使うのは、うん、そうなんですか。なんか飽きられるんじゃないかって思っちゃいません？なんかあります？そうね、あーそうっす、これ文句ないです多分ね、先ほどあの使ってるソフトの話なんかもありましたけど、あれはフリーソフトで 3D ができるソフトですか？そう、なんかね、ブレンダーっていうソフトで結構今つい最近 CG やり始めた人とかっていうのは大体やってるんじゃないですか。ブレンダーを使ってる人は多いんじゃないですか、ね、ああそうなんですね、うん、だから結構プロ、本当のプロのゴリゴリの人たちはもっと全然違うマヤっていうソフトとか、うん、そういうのを使うんですけど、結構そういうプロの人たちが、まあブレンダーっていうのはまあ無料ソフトだし、はい、でちょっとこうなんていうんですかね、油断してたらいつの間にかすごいソフトになってたっていう感じ。そうそう、今そんなでかいんですね。そう、コミュニティがあって、はい、みんながそのこうソースっていうんですけど、いろんなプラグインのソースとかをみんなこうオープンソースでこうお互いこう配り合うんですよね。でそういうブレンダーソフトのなんかユーザーたちのコミュニティが結構すごい濃いコミュニティで、いつの間にかだからソフトがこうなんか育ってっちゃう。そうか、ユーザーが多いとどんどん育っていくんですね、うん、そうそう。へー、そのね、あのさっきうちはトークしてほしいみたいなコメントもあったので、皆さんが使ってるソフトとかよくミュージックビデオで使うソフトみたいなのってあるんですか？やべえ、それ聞いてみたい、ね、ミュージックビデオで使うソフト、皆さん、僕編集は、ま、あのダヴィンチです。あ、ダヴィンチなんですね。ダヴィンチだ、ね、でもファイナルカットです。私プレミアです。バラバラ、すげえ、綺麗にバラバラ。お二人はね、お二人はいかがですか？編集ソフト、編集何使ってます？編集は、ファイナルカットとダヴィンチ両方使ってますね。やっぱそうなんだ。その使い分けというのはどういうファイナルカット使ってる人があんまりいなくて、はい、あの互換性悪いからダヴィンチ使ってくれって頼まれた時だけダヴィンチ使いやすいのはファイナルカットなんだ。なんか最初から結構それ使っちゃってたので、あの言われない限りはそっちをやるんですけど、最近言われることが多くなってきたので、ダヴィンチをやり始めた。へえ、ダヴィンチでやってって言われるようになってきてるんだ。増えたんだね、最近ダヴィンチ増えてるみたいですね。うん、歌舞伎さんは何を使ってらっしゃるんですか？まあ、アフターエフェクトです。アフターエフェクト、編集でアフター使うんだ。アニメーションになったんですか？そうか、そうか、そうか、うん、皆さんもアフターですか？アフター、アニメの時はアフターエフェクト使います。やっぱそうなんだね、うん、使いやすいもんな、うんうん、です、そっか、三船さんも動画編集とかされるんですか？あの本当に、本当に恥ずかしいんですけどここのみんなの前で言うことじゃマジでないんですけど、あのビザール TV っていう本当に道楽の YouTube 番組をやっていまして、はいはい、見ました、かれこれ4年シーズン4に突入してるんですけど、あ、自ら編集やってるんですか？いや、僕だけでやってます。あ、そうなんですね、すごい。で最初あのテイクアウェイショーズっていうフランスの、あの一発撮りでアーティストを撮るっていう、はい、テイクアウェイショーズで調べてもらえば出てくるんですけど、ヴィンセント・ムーンって、まあ、映画ダイレクターがいて、フランス人の彼が、まあ、作ったウェブサイトで、はい、本当に名だたるミュージシャンたちが突然街でフランスの街をパッてパリ歩いて弾き語りで有名なアーティストがバンってやるみたいな映像企画を彼がやってて、よくたまに日本でプロジェクトで来日してた時があって、はい、で偶然共通の知り合いがいて、こうなんか彼の映像レクチャーの回とかこう4年ぐらい前かな、あのもっと前かもしれない、あの
まあ、一緒に話す機会があって、あファイナルカットがベストだみたいなことを言うから、ああじゃあファイナルカットなんだと思って、プレミアファイナルカットで、ファイナルカット使いにくいなって今プレミアに戻りました、はい、そうなの。まあでも、うん、それぞれ好きなソフトはちょっと違うっていう感じですね。そう、うん、あの派閥があるよね、うんそういうのを使ってます。初めての人におすすめみたいなのあるんですか？いやこれ割れるんじゃないか、うん、多分ファイナルカットは一番使いやすいんじゃないですか、ね。うん、Mac 使うならファイナルカットが簡単、うん、無料版ありますよね、うん、っていうかあのなんだっけ、最初からついてますもんね、あれに。そうそう、 iMovie の延長みたいなやつ、うん、プレミアより多分操作が少ないです、うん、そうそうそう、ファイナルカットは、うん、まあ入りやすいでしょ、うん、でもダヴィンチただそうね、ダヴィンチも無料 の、 あのバージョンがあります、うん、まあ、結構ねダヴィンチはねやっぱ色色っすよね、うん、だからまあグレーディングとかは、うん、だから編集プレミアでやってグレーディングダヴィンチに移行して仕上げるみたいな人も多いんじゃないかなと、うんうんうん、そうか、うん、色だけなんか調節したい時はやっぱそうですよね、うんうんうん、ね、もしその今直接皆さんに聞きたいこととかあったらぜひコメントでね、見てる皆さんも質問しちゃってくださいね、うん、みんな言ってますよ、あれはモノリスってどれも没入感がすげえって言ってくれてる、うん、確かわかるモノリスね、2001年の時ですな、ね、なんかあと編集の機材やっぱめっちゃ気になる人がいるみたいに聞きたいって言ってたからちょうどよかった、ね、編集、うんうん、三船さんから菱川さんと歌舞伎さんに聞きたいこととかありますか？あでも歌舞伎さんなんかわけわかんなさの歌舞伎的なわけわかんないツボって俺も聞きたい聞きたい、そのなんか歌舞伎ジャッジのなんか歌舞伎ジャッジのヒントをもっと聞きたいんですよ俺は。あなんか風の時、風邪ひいた時っていつも同じ夢見るんですけど、うん、なんかそれに近いものを感じました。ああ、うん、なるほど。なんか悪夢じゃないけど怖いなみたいな。うん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 。すいませんなんか。なんでなんで最高っす。ちなみにどんな夢見るんですか？えなんか私は冷蔵庫に詰められる夢とか。めっちゃ怖い。怖いけどこの時は怖くないんですよね。みたいな。うん微妙な怖さを感じました。おじさんにとってはあれが近づいてくる冷蔵庫感があったと。まあでも夢の近いかもしれない、ね、謎の圧迫感と、でも夢っぽいっすよね、確かに言われてみたら。夢っぽいなと思いました。現実なっぽいのに現実っぽくないみたいな。確かに夢の話か。だから夢って超ヒントかもしれない。うーん、夢からミュージックビデオのヒントを得ることって皆さんあるんですか？いい話ない忘れちゃうんだよ。一応メモする時あるんですよ。めっちゃいい夢見たと思ってメモして、なんか1日経って見たら全然良くないじゃんみたいな、起きたてのテンションみたいなのがあります。わ僕あのつい最近見て、うん、僕もね同じくメモして、あメモします、面白いからって、うん、ろくな夢見なくて最近あの創業100年の、うん、あの3代続く、はい、あのレンコン農家のあの社長になってたなんでそれメモったんですか？具体的なんで俺レンコン農家だったんだろう。それ NHK の次の朝ドラレンコン農家でおばちゃんたちがレンコンをこう何の話してるんですかね。レンコンをこういっぱい入れてありがとう、どうもありがとう、お疲れ様とか言いながら、っていうそんなそんなね変な夢見ますね。一応メモったんですか？メモった起きた瞬間に創業100年3代続くレンコン農家って書いてありますそれやばいメモの内容がいつかはね、もしかしたらそんなのな、いつかアイデアになってるかもしれない、うん、ショートムービーとかにするのかも妹の二人は夢とか夢アイデアになります？うん、あんまり夢、あんまり見ない
ないのかもしれないです、今皆さんの話聞いてたら。なんか結構具体的に現実っぽい夢ばっか見るので、なんか妄想から作ってることが多いかもしれない、夢より。妄想力です。俺も全然寝つきがいいんだが全く夢見ないですよね。久々に見てメモる作戦をこれで、ひょんなことからクラムボンの原田一子さんとかといろいろ話してたりして、私は毎回メモってるみたいな話、死ぬんじゃねえみたいに思ったんですけど、なんか俺も真似してみようと思ってこれで書いたら、でパッと次見たら「あるがままに」って書いてありました。訳わかんないですでメモあでもすごい意味深ですね、なんかね、はい、いい言葉では、はい、うん、私も歌舞伎さんに聞いてみたいことがあるんですけど、うん、その経歴をねホームページで見てちょっと驚いたんですけど、改めてどういうキャリアを歩んでこられたのか聞いてもいいですか。アダルトビデオですか。はい。あと、まあ、大学卒業して、それで、まあ、アダルトビデオ制作会社に就職したんですけども、はい、あんまり、あそこで、AD やってたんですけど、全然使えなくて。使えない？その仕事があんまりできなくて、なんかその時に卒業制作で作ったアニメーションが結構いろんな映画祭に入選したりして、でなんか職場の人とかにもうこっち辞めてアニメーション戻った方がいいんじゃないみたいなこと言われて、で仕事辞めて、でアニメーションに戻って、いろいろあって今って感じですね。そうだったんだ。へえ。いろんな外国行ってましたよね。ね、Vlog とかもたくさん上げられてます。ありがとうございます。Vlog やってんの見てない俺。作品の中に。あ、そうなんだ。面白かったです。ちょっと YouTuber 目指してた時がありました、ね。そうなんですね。ちなみに今差し支えなければどこにいるんですか。今ニューヨークで。あ、ニューヨークにいるんだ。だってね、はい、そうですよね。どうですかニューヨーク。まあ、大体東京ですね。大体東京です。めっちゃ大雑把な。そっちの方がでも会いたい。ちょっと会いたくなってきた。すごい。ニューヨーク行きますか。ね、行きますか。俺も行きたい。いいな。いつからニューヨークにお住まいなんですか。住んでらっしゃるんですか。住んでないんですけど、年末ぐらいからいますね。え、どこにいますか。僕もニューヨークで住んでたんですよ。あと先月までブルックリンにいて、今マンハッタンです。あ、マンハッタンどの辺ですか。ロワーイーストサイド。お、ロワーイーストサイド。僕もロワーにいましたよ。なんか隣がラーメン屋さんです。あ、札幌？なんか中村やってる。中村やってる。札幌ねか。まだコロナでも日本のラーメン生き延びてることが伝わってよかったです。頑張れ。ニューヨークローカルトーク。ロワイストっぽいな、うん。石川さんもニューヨークで映像の勉強された。うん、そうそう、映像の会社に行って。ね、石川さんそうだよね。あれ、あれ言っていいんですか、エンダーやってたって。あ、そうそう、予告編出せる。そう、映画の予告編とか作ってた。そうなんですね、ボディーガードとボディーガード、エンダー沈黙の戦艦とかね、スティーブン・セガール沈黙シリーズ第1話ですよね。そう映画の予告編を作るっていうのはもう映画の素材があって、うん、それをいっぱいやって、はい、映画の予告編の世界って結構、はい、まあ、ある意味特殊な、あれ監督ってほとんど関与しないんですよ。ひょっとしたらまだ撮影中だったりするぐらいのタイミングでも作ってるので、はい、だから結構映画予告のディレクターが、まあ、ある意味勝手に作る、映画どこだから見せどころを結構ふんだんに使っちゃうみたいな、そうですよね、もういかにそこで引きつけるかっていう、結構使っちゃって後で監督に怒られるなんていうことお前あそこまで見ちゃダメでしょみたいな予告編面白かったやつとかありますもん、
そうそうそう、予告編はすごい面白かったのに、本編はみたいな、てんてんてんみたいな、あるんで、うん、そういうキャリアも通ってこられてたんですね。そうそうそう、面白い。チャットはどうなってますかね、三船さん。いろいろあったんですねって察してくれてるコメントがあります。アダルトビデオ会社に就職した動機を知りたいです。あ、じゃあ歌舞伎さんに聞いてみますか。いや、そこ書いてたんですけどね、今そこ書いて今ってもな、大学4年生になってみんな就活するじゃないですか。はい、旅見てたらその募集があったんで、なんか面白そうだなって思って応募したら受かっちゃって、受かっちゃうのいいな、受かっちゃうのいいな。わかりましたか。MM さん、謎は解けましたでしょうか。受かっちゃったんです。面白そうで応募したら受かっちゃった。受かっちゃった。でも行ってみるの大事だね、はい、そうですね。でも確かに面白そう。まあでも面白そうだからフィンランドから送ったら放映されちゃうからね、こうやって。そうですね、そういうことっすよね。違う曲でも放映されちゃったから。はい、ということでまだまだチャットもね受け付けております。では続きの作品いきましょうか。続きましてリモートで参加していただいている枝さんのおすすめ作品をご覧いただきましょう。はい、田中春菜さんの作品でチーズイマンです。しっかり作られてますよね。いつもの墓場に寝転んで白い息を吐き出した。伝えようとしていた言葉たちはどこへ行ってしまう。風も来てる。まだ知りたい世界の秘密は、また今度も。
はい、田中春菜さんの作品でした。三船さんいかがでしたか。いやもうとにかく極端にカットが少ない、めちゃめちゃ少ないって、うん、なんて言うんでしょう、すごく今までの他のどの作品よりも演技と演出っていうところが一番フォーカスされるんじゃないかなと思っていて、はい、本当にいろんな角度の作品をいただいたんですけど、うん、なんかこのまあなんて言ったのかな、まあ、劇としての古来から続く映画っていうところで、なんかこの作品のその、うんうん、まあ、さっきのねカットの重厚さみたいなことを言ったけど、これもなかなか張り詰めるような無駄のないカットが本当に少ないピースだけど物語を作ってるっていうところが本当に素敵だなと思いまして、うん、言いたいことはたくさんあるんですけど、はいはい、全然たくさん言ってくださいよはい、そんな感じでも聞きたい、うん、聞きたい。そうですね、でもストーリーが結構しっかりあるじゃないですか、この作品は。うんうんうん、三船さん的にはやっぱり曲にこういったストーリー、こういった解釈をされてこういうストーリーがついてくるとどう思いましたか。そうですね、そう、自分が音楽で描いていたイメージとか、うん、描こうとしてた映像と景色みたいなものとすごくなんていうのかな、あってドキッとする時もあるし、うんうん、あ、なんか、あ、これが田中さんが見た景色なのかなとか思ったりとか、この曲をこう羽にしてなんかさらに飛んでいこうとする、まあ、みんなそれぞれあるけど、その解釈のとか、なんかその違った人たちの自分の曲を通して記憶を見るのが楽しいっていうか、うん、なんか新しい扉が開く感じがします、すごく、うんうんうん、そうですよね、こうなんか歌詞とリンクしているような場面もあったりとかして、なんかその演じてる人たちのところ感覚とか、演技のなんかそのカメラの中で起きてることがすごく楽しかったです。うん、そうですね、これを選んでくださった江田さん、そう、江田さん聞きたいよ、はい、いかがでしたか。そうですね、なんか多分私が普段作るミュージックビデオのスタイルに結構近いなと思って見ていて、おなんかその曲をいただいてから多分歌詞からこういろいろ分解してって物語を作っていくみたいな、どっちかっていうと感覚よりももうちょっと論理的にいろいろこう重ねてるところとかがなんかこう自分のやってるスタイルに近いなっていうのでちょっと共感してみたのと、あとなんか一回じゃ理解できないような作りになってるのが個人的には好きで、はいはい、一回これどういうことなんだろうと思ってもう一回見てみたくなったりとか、うん、なんか工場はどういう意味だったんだろうっていうのを割と曲を聴いてまた解釈が広がったりとか、その音楽をミュージックビデオでこう新しく広げてくれてるなみたいなところが結構好き。確かに三船さんの感想にも通ずるところがありましたね。そのまた新しい音楽を広げてくれるっていうところは、そうですね、うんうん、そう思いました、すごく、そうか、そうか、作り方に共感するっていう感じだったんですね。僕でも江田さんが絶対選ぶだろうなって勝手に思ってたから本当にそうだったっていう、あ、そうですか、絶対好きだろうってなんか思ったんですよ、作品を見させていただいて、うん、なんかその感覚があったなと思ってて、うん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 、でもなんかまたちょっと江田さんとはまた全然違ったね感覚がお持ちじゃないですか、田中さんが。なんかその感じとかもなんか違いが面白いなと思ったりとか、うんうん、ただどうなんですかね、こうね、自身で江田さんはあれじゃないですか、ストーリーがある映画もあるし、でもこうビデオっていう制約の、ミュージックビデオって音楽にこうちょっと寄り添ったりしなきゃいけないっていう、まあ、それを制約っていうのがきっかけっていうのか分かんないんですけど、その物語があるものに対してこうショートだったりとか長いストーリーだったりって、なんか使い分けっていうか、そういう時ってどういうふうに違って大変なのかなってお聞きしたいなと思ってて、僕らっていつもほらビデオお願いしますって言う側じゃないですか、なんか、うんうん、
だからなんかもう言うだけだからさ、なんかその作る側の人たちの丸山さんとかもそうなんですけど、そういうの聞きたいなと思ってて。もうそうですね、なんかミュージックビデオは結構作るの好きで、割と制約があった方が私は楽しめるタイプなので、なんか、なんだろう、普段その映画だったりとか脚本とかオリジナルで作っていくってなると、その0から1をまずやんなきゃいけないんですけど、ミュージックビデオはそもそもそのアーティストの方が0から1をもう作ってくださってるんで、こっち的には1から100をやっていくみたいなイメージで作ってるので、なんかヒントがたくさんあって、その中でなんか自分が作らせてもらってるっていう結構感覚でいて、だからなんかいつも作るとき結構アーティストの方とお話しして、はい、こういう風に作ってほしいっていう方もいらっしゃいますし、結構自由にっていうのもありますし、でも全てなんか曲の中に大体こういろいろ詰まってるんで、それを分解していく作業とかも好きですね。この角度面白いな。また江田さんはあの演劇の世界のご出身なんですよね。そうですね、最初は役者から始めました。そうなんだ。そういった意味でもそういう映画っぽい作品だったりとかを作るのと、そうですね、そういう要素のある音楽作品を今回ね選ばれているのもそういうところもあるのかななんて思います。なんでカメラになったんですか。カメラ。映す側になったんですか。お芝居やってって、お芝居が好きじゃないって気づいた。そうだったんですね。そうなんだ。作り手の方が向いてるなみたいな。そうですね、結構頭で考えちゃうんで、なんかこう動物みたいな人が役者っていっぱいいるので、あ、動物みたいな人を見て観察したり、その人たちをどういう風に生かすかみたいなことを考えてる方が楽しいって気づいて、へぇ、ありました。そうだったんですね。観察側だったね。面白い。でも今もその映像以外にも脚本を書いたりとか写真家の活動もされてるんですか。そうですね、割となんか脚本とかはその頭で考えたりする方なんですけど、写真とかはどっちかというとちょっと感覚的に近いものがあるのかなと思ってて、それ好きなので両方やってます。なるほど。その今お話伺って、その歌詞から受け取って、それをその世界を自分で広げていくみたいな作り方がっておっしゃってたのがすごく興味深かったんですけど、皆さんはミュージックビデオ作るときにはどういうところから作っていくんですか。丸山さんとかいかがですか。曲聴いて本当にまあなんか、はい、もうそう、まあ、イメージが沸かすって感じですね。その絵を任すって感じ。なるほど。撮りたい絵をなんと撮りたいが出てくるんですよ、自分すごい。それをなんか自分頭の中で編集して一本にやる、もうなんか頭の中ででもできる時があって、それが来たらもうなんかあこれだなって感じですか、ね。イメージっていう感じですね。そうですね、写真っていうか本当に写真がもうパパパで出てくるっていうか、そういう感じですかね。石川さんいかがですか。僕ミュージックビデオそんな多くないんですけど、結構あのリズム重視みたいなところはあります。だからこうリズムでこうやってて、これぐらいでそれをこうなんかないかなって、どちらかというと結構さっきの偶然の話に近いんですけど、これヘッドホンで聞きながらあのこうなんていうんですかね、なんかこう街を散歩したりとか電車乗ったりとかしながら、はい、なんか偶然出会う何かっていうのを探して、
で、きっかけを見つけてそこを突破口にしてよし行こうっていう感じで作り始めた。だから初め悶々としてますよ、数日間多分リズムなんでしょうね。じゃあ結構本当にこの世界にあるものの動きとか、そういうものをよくやるのは、まあ、撮影の時もそうだけど、編集の時に、曲に映像ポンと乗っけて、はい、で、あのプレミアでいうと M のキーなんですけど、マークイン、マークを僕すっごい使うんですよ。で曲を聴きながらパッって言うと、だからすごい中途半端なフレーム数のところで切ってますよね。へー、うん、その曲のリズムに合わせるとかってことではなく、そう曲のリズムに合わせてます。合わせると合わせるのでこう聴きながら必ずこうやっ て, ってへえ。で最後の最後に やることがあって、実は、はい、出来上がってよしできたって、多分これあのいろんなあの監督たちのやり方あると思うんですけど、最後に出来上がったやつをずりってずらすんですよ、全部。曲音から数フレずらすんですよ。へえ。で、あのそれで、それまでは音を聞きながらこうほぼジャストでやっちゃってるんですよ、ね。はい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 。ジャストでやっちゃってるのは前乗りか後乗りかっていうのを決めて、だからちょっとかっこよく言えばグルーブみたいな話で、そうですね。前ずらすんですよね、ずりって全部。それは最後に仕上げの時に、仕上げっていうかもう書き出す直前にやります。へえ。数フレずらす。まあそれは曲によって2フレずらすものと4フレずらすものととかあるんですけど。そのちょっとしたあの時間というかの違いで、ノリの違いでもう全然違ってくる。リップとかがあるやつはリップがずれちゃうから、そこだけはずらさなかったりとかしますけど、さすがにそれはちょっと気持ち悪いので、リップがずれる。丸山さんもそういうことされたりしますか？なんかオンビートとオフビートですね、そうですね、まあ、やりますよね。その時は結構あるかもしれないですね。大平さんはそのミュージックビデオを作る時はどういったところから作り始める、もうとにかく曲聴きまくって、もう絵のタッチから決めます。もうキャラデザして、絵コンって描いてみたいな、とにかく手動かしながらみたいなですね。あともうカットのタイミングとかはもう編集しながら決めていくみたいな感じで、キャラクターをデザインするところがやっぱり最初になる。そうですね、キャラクターを描きます最初。ここからだ。面白い、そうです。歌舞伎さんはちなみにそのミュージックビデオを作るってなった時はどういうところから始めます？まあ曲を聴いて大体のコンセプトだけ頭の中で決めて、あとは、これ大体私の作品全部そうなんですけど、まあ何も考えずに最初から最後まで。音楽もそれに近いんで、多分話してること僕らね、俺は音楽だけど、はい、映像の人の話してることすごいよくわかるし、うんうんうん、実体験としてこう七川さんと丸山さんと一緒に作ったことあるんですけど、はい、なんかねあの体験としてこう勝手に2人ともドライブしてくれるんですよ。なんかこう投げたアイデアをうーんって勝手に、あ面白い面白いって勝手に自分でこうどんどんそうなんかね加速していってくれるから、こうモーターがついてるんでなんかこうすごい細かいこと言わなくても、あ丸山さんとかだと あそこ面白いですねとか言ってカメラ持ってこうやって勝手にグイグイ行っちゃって、こう面白いですねとか言って、俺ずっと待って置いてかれてるみたいなとかほったらかしそう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 、志川さんも割とそういうとこあるほったらかしそうそう、志川さんの場合やっぱカメラ持つまでのこの時間がすげえ大事でカメラ持たないでクッてやってる時間考えてるそう、うわすごい面白いなっていう、あの個性が面白いなって思ってました。ミュージックビデオ撮ってみたいアーティストとか皆さんいらっしゃいますか？アーティストだったり撮ってみたい俳優女優さんとか。おお。どうですか、菱川さんいらっしゃいます？います今最近。
これ撮ってみて、これ撮ってみてみたいな。僕ね、あの撮りたいよくあるの？本気で企画書を書いたことがあって、去年ぐらいに。僕の好きなアーティストはいずれも80年代の洋楽ばっかりなんですよ。だからそんな名曲のミュージックビデオを、まあ、僕もそこに混じりたいなと思いつつ、うん、今の映像作家たちがあの作るっていう。あ、僕ビリー・ジョエル作りたいですみたいなとか、ボブ・ディランとか、うん、まあ、80年代じゃないですけど、ボブ・ディランでも、そういうのは、まあ、みんなが知っているあの名曲みたいなのを、でミュージックビデオのなんかこうイメージがないね、なんか、うん、カーペンターズとか、うん、あないですね、うん、だからなんとなく映画作るのにちょっと近いかな。映画作ってサントラとしてその名曲を使わせてもらうみたいなことにちょっと感覚的は近い、感覚は近いけど、そういうのはやってみたい。ああ、確かにないですね、そういうものって、うん。ベルベットアンダーグラウンドとかは確かなんか最近は多いですよね。なんかリメイク系で YouTube にアップするにあたって現代の監督に歴代の名曲、ワーナーの大きい会社が、そうそう、大きい会社がやってるのを見て、なんかね、あの、そうそうそう、なんかね、現代の人たちがその、まあ、それこそカーペンターとかボブ・ディランとかやるっていうところの面白さ。確かにその音楽をリアルタイムで聴いてたわけでもない世代とか、うん、再解釈っていう言葉ではないと思うんですよね、うん、どっちかというと新解釈ですよ、ね、新解釈ですよ、ね、MTV ぐらいまでだってミュージックビデオカルチャーそんなにないですもんね、うん、ないない、作ってた人いたけど確かに、確かに面白そう。え、丸山さんとか小岩さんとか誰撮ってんですか？誰撮る？アーティスト、アーティストとか。一覧って言ったらやっぱ結構自分ヒップホップ系で育ったんで、まだまだカニエとか JG とか言ったら、自分のゴールだったらその本当に今までずっと聴いた音楽アーティストを今一回はなんか会って撮りたいなってのがあるんですよ、うんうんうん、やっぱりご自身が好きで聴いてたアーティスト MV、うんうん、カニエ面白そう、ぶっ飛んでね、カニエのビデオとかやばいことになりそうですね雄大丸山でフューチャリングしてほしいですね。丸山さんにカニをほったらかしって、あれ面白そうだから置いてかれる、ちょっと待ってて、やってほしいです、やってほしいです、できそうですかね。おひらさんどうですか？あ、でも私もヒップホップ好きなので、やっぱそういう海外のアーティスト撮れたら最高だなって思うのと、やっぱアニメーションなんで、あのアニメーションにしやすい顔立ちの人とかいいですか？確かに誰だろう、例えば、あ、でも、うん、キャラ立ちだったり、なんだろう、特徴とか個性があれば大丈夫です、基本。たまにでも難しい人いるんで確かに、あの M フローをアニメーションにしたビデオとかすっごい可愛かったですね。あれも皆さん書きやすかったんですか？そうですね、やっぱあのサングラスしてるのはありがたいです。あの目のまばたきとか描かなくていいんでその分動きが減ります、はい、ラッキーみたいな。そう、ありがたいです。お二人もサングラスしてくれてるんで江田さんも今後撮ってみたいアーティストとか、もう女優さんとか俳優さんとかでもいますか？うん、そう、あ、でも結構ガチな撮ってみたい人は、ガチな、私初めて買った CD がミスターチューブって、おお、見たいな、ね、江田さんのミスチュール見たいですね。見たいですね。本当撮りたい。やっぱりでも皆さんその聴いてきたアーティスト撮りたいっていう思いはありますよね。ミスチルだ。ミスチルなんですね。うん。来たの？来た。見たいですね。うん、見たい。ね。ちょっとこの番組を見てるミスチル関係者の皆様、今です。歌舞伎監督います。絶賛。歌舞伎さんはいらっしゃいますか？誰かこういう、ユーミンとか。ああ。
なんか定期的にユーミンしか聴かない時期があるんですよね。あーでもわかるかも。わかるかも。わかるかも。特にあの荒井由実時代の。はいはいはい。わかるよ。え、それはその新曲というより、じゃあ石川さんのように昔の曲にビデオつけたいみたいな感じですか。そうですね、名曲にって感じですね。ーションで見てみたいな、そのコラボ見たいですね。ねえ、ここに来て真面目かよって思ったけど確かにすげえ、そう今すげえ感動した。歌舞伎さんなんて言うかなと思ったら、何を来るんだって俺は結構ガードの姿勢を取っていた。いやいいな、でもユーミンに分かる、さすがに面白そう。本当ですね。いやまだまだ見たいものたくさんありますけど、ではあの皆さんに選んでいただいた作品も出揃ったということで、いよいよアワードの発表に参りたいと思うんですが、ここまで三船さんいかがでしたか。いやこれをは大変ですよ、うん、大変でしたし、てかいちいちみんなが作ってきたやつが、なんだろう、自分が持っているポテンシャルとかなんかクリエイティビティとかで、特に今の世界だからなんかキラキラしててすげえいちいち泣けてくるっていうか、うん、毎回泣いてたっていう感じで、本当に選ぶのが大変でね、あの裏でも始まる前に大変だよねっていう話をみんなでしてて、ね、ここまで、ね、選び抜くのにも大変でしたよね。すごく大変でした。素晴らしかったです、どれも、はいはい、ではそんな中からアワードの受賞作品を三船さんに発表していただきたいと思います。今流れた作品の中にアワード受賞作品があるっていうことですよね、三船さん。そうですね、はい、はい、そうです、はい、では三船さん発表お願いします。はい、じゃあまあでも本当にあの皆さんすごい素晴らしかったので、大変これを決めるのはすごい時間がかかったんですけど、うん、今回このアワードはですね、あのさっき見た江田さんおすすめの田中春菜さんのチーズマンを、俺はこの最初のカットで、はい、あの崩れ落ちるあのカットで決まりました。わー、はい、おめでとうございます。本当におめでとうございます。田中春菜さんの作品チーズイマンに決定しました、はい、やっぱり最初のね、改めて今流れるということです。この行きましょうか、ね、最初の、はい、扉開けて玄関から崩れ落ちるんですよ。そこがね、すごい、そこにやべえと思ったんですよ。ここですね。次のカット、よたよたっていう感じが、すべてをこの作品を物語ってるって、本当に素晴らしいなと思います、うん、なるほど、そうなんですよね。この作品本当に最初に私もすごく引き込まれましたもん。これトーンもいいんですよね、うん、トーン、ちょっと抑えたこのトーン、皆さんが言うように何度もループみたいな。そうですね、この雨の地面を映したシーンとか、もう一度最後に出てきますね。手持ちなんですよね。いつもの墓場に寝転んで、すごいですね。確かに本当に何度も見たくなりますよね。私なんか曲があっという間に感じちゃいました。和ですよね、日本の。それが日本の強い、うん、日本歌謡から始まってみたいな、ね、この和傘っていうところも、なんか和傘がすごい可愛いんですよね。ねえ、カットがなんだろう、特に今すごくいろんなカット早くなっちゃってる世界じゃないですか、うん、に日本の映画って結構中途半端に長回しカルチャーがずっとあって、いわ
ヨーロッパにやっぱハリウッドのあのパパパパって切り替わることにずっと対応できなかった映画界があって、でようやくなんかそこに追いついてきたっていう流れの中で、このガーって重心の低い短いものの長回しがあるっていうのは、なんか一周回ってすごくなんか解像度高くそういうものが見えるなと思ったし、なんとなくなんかトトロの怖さに近いっていうか、なんかトトロってビンビンに死を感じるじゃないですか。まあみんなの解釈もあるからあれだけど、なんかすげえ怖い話だよね。あ、トトロ可愛いってなんか言ってるけど、超怖いって思う時が子供の時からあって、はい、あれに近かったんですよ。へえ。そういう意味でも今丸山さんが言ってくれた和になんか和をかわーっていうのか、なんか自分が子供の時に見たトリガーに近いんじゃないかなと思ってて、でチーズマンはピアノ的なものとか音階的なところは全然日本っぽいものを全く入れてないコード感で作ったんですけど、そのアンバランスさがすごくあのゾワッとしたというか、そのアンバランスがさっきの、 あの、ね、グラフィックスの彼とかもすげえ、なんだろう、近いものがあってすげえ悩んだんですけど、はいはいはい、みんな悩んだんですけど、1本目に紹介した、はい、バンハウスの、江田さんもこの作品に決まりましたが、改めていかがですか？そうですね、今改めてもう一回見返してたら、はい、結構その見せるところと見せないところを結構明確にしてるんだなって一回見て思って、なんかこれがすごく映画的だなと思って、なんかこう全て見せたりしないで、さっきあのおっしゃってたパッとこうたくさんで情報をいっぱい詰め込む作品がやっぱりすごく増えてきてる中で、あえて長回しだったり、しかもそれ顔見せないとか引き出るとか、なんか割とそこにこう美学があるのがいいなと改めて思いました。そうですね、ありがとうございます。すごく引き込まれました。改めまして田中春菜さん、チーズイマン、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に。はい、ということで以上で全てのノミネート作品の上映が終了しましたということですが、改めて、ね、皆さんの作品どれも素晴らしかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当に素晴らしかったです。うん、皆さんもありがとうございました。なんか静かになっちゃう。はい、あのこちらの作品は今後メディアでミュージックビデオとして流れていくんですよね。はい、この曲の正式なミュージックビデオとして。そうですね、はい、すごい。今後そしてミュージックビデオはスペースシャワー TV の番組でもオンエアされる予定ですので、ぜひ楽しみに待っていてください。はい、さらに今回受賞されなかった作品も期間限定で特設サイトにて公開されます。ぜひ皆さん、素晴らしい作品ばかりですので、ご視聴いただければと思います。ぜひアクセスしてみてください。では三船さんと石川さん、改めて感想を教えていただけますか？急に来た、はい、緊張してます。どうでしたか？俺から、うん、でも本当にあのたくさんのご応募していただいた皆さん、本当にありがとうございました。あの一つ一つ全部見させていただいてですね、あの本当にマジで感動した。さっきの話はすげえ本当にそうで、毎回泣きそうながら見ていました。あの本当に全部を使いたいぐらいの気持ちだったんですけど、今回はまあ一個となんですけど、まあなんか今後の先のことも含めて新しい、なんだろうな、まあ、これだけじゃなくて、なんか今後先に何かクリエイティブができる時間は絶対あるし、うん、何か一緒に何か作れる未来を今後も作っていきたいなってすごい思ったし、すごいっすね、みんな。もうなんかこうリモート上でこうやって作品を見れるっていうか、劇場もなかなか新しい映画をやってくれない世界だから、うん、あのこんなに一気に新作を見れるっていうことに単純に体が喜んでたっていう感じだったんですけど、俺は。この、まあ、企画の話をちょっとした方がいいなと思うんですけど、うん、はい、いい企画だったなと思いますね。うん、なんかあのやっぱり
こう なんていうんですかね、皆さん横島の気持ちがない、その純粋にこれを作りたいっていうような気持ちで作ってくれてる作品が多いから、はい、うん、すごいピュアな気持ちで見れたっていうのも多くて、で今回、まあ、ミュージックビデオっていうものだったんですけど、はい、なんとなくこれがじゃあ、例えばわかんないですけど、ロットバルト・バロンの曲を聴いて小説を書いて送ってくださいとか、はいはい、なんか、まあ、そうですよね、そういうなんかこう創作っていうようなものをこうインスパイアドバイそのロットバルト・バロンみたいなことで、うん、あの いろいろ読んだり見たりしたいなとか、まあね、もちろん短編映画をこの曲をインスパイアで撮ってくださいとか、絵とかもね、そうそう、あるかもしれないし、絵とか ね、うん、なんかそういうふうなこととか面白そうなんていうことを妄想してました、うん、なんかいろいろ妄想が広がります、ね、妄想が広がるね、え本当にアーティストも皆さん影響を受け合ってるでしょうしね、うん、すごく本当に面白かったです。チャットもちょっと最後に覗いてみましょうか。皆さんいかがですか、はい、あでも本当にみんなすげえ、わパチパチおめでとうございますっていうのと、あでもみんな染みてたみたいです、あのいろんな、 なんか映画とかライブになかなか行けなくなっちゃったんでとか、どの作品も個性があったって、うん、なんか本当にそういう素敵なメッセージをたくさん、うん、ウクライナからも見てくれてるみたいな。ウクライナすごい、 いいチャンネルを持ってるけど、多分すげえ Google 翻訳を駆使してやってくれてる、うん、すごい、あ日本語でコメントしてくださってるんですね。ウクライナの挨拶、うん、ありがとうございます。ちょっとウクライナのありがとうがわからないですけどね、ありがとう、ありがとうございます、本当に嬉しいです、はい、ね、で皆さん、あの受賞、惜しくも受賞とならなかった作品もぜひご覧になってみてください。では最後にクリエイターの皆さんにも今後の展望なんかをちょっと聞いてお別れしたいなと思うんですが、です、ね、大平さんいかがですか。展望なんだろう、あ今まで全部アニメーションは一人で作ってきてたので、はい、なんかまあ今後というか今年はアシスタントさんとか入れてちょっともうちょっと大きい規模でなんかハイクオリティなものを作っていけたらなって思ってます。いいですね、楽しみにしてます。丸山さんは、まあ、自分なんかもともと映画学科なんで、まあ、そろそろやっぱり自分の自主映画でも発表できたらなと感じです。でもちょっと自分海外行きたかったんですよね。海外で撮るみたいな感じをしたかったんで、ちょっとそうですね、今ちょっとね難しいですけど、はい、でもアイデアを練っているということですね、うん、そうです、楽しみにしてます。じゃあリモートで歌舞伎さんはいかがでしょうか。今後の展望など何かありますか。今10分ぐらいの短編、オリジナルの短編を作ってるんですけど、もうここ3年ぐらいずっと作っててもずっと完成してないので、それをついに完成させるというのが目標です。見たい、見たいです。ありがとうございます。頑張ってください。アニメは本当に大変だ。今までのご自身の作品の中でもかなり長いものっていうことですよね。そうですね、5分以上っていうのは作ったことがなくて、うんうんうん、大変ですね。枚数が、枚数、そうですよね、枚数が大変なことに。いや楽しみにしてます。ありがとうございます。江田さんはいかがでしょうか。私も 3年ぐらいずっとオリジナル映画の企画を進めてて、でちょっといろいろ多分コロナとかってずれたりとかして、はい、まだいろいろやることあるんですけど、それを早くできたらいいなと思ってます。いや楽しみですね。ぜひ楽しみに、うん、ね、石川さんはいかがでしょうか。何だろう、あの何か分かりやすい、分かりにくいものを
作ってみたいなっていう気がしてます。分かりにくいもん、分かりにくいもん、分かりやすく誰でもパッと見た時に、うん、あのさっきね江田さんが言ってた一回見ただけじゃ分からないっていうのはすごい引っかかってて、ね、あ本当にそういうのは自分でも生み出したいって思えてちょっとジェラシー感じたぐらいで、おそういうなんかこう分かりやすさと距離を置くっていうようなものはちょっと今の自分の目標、分かる分かるっていう感じじゃない、うん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 、でじんわりとなんかそれでも響くようなもの、まあ、そういうのが作りたいというか自分でも見てみたい、作ってみたいみたいなのはありますよね。面白い、ね、なんか分からないっていう感情が私もなんか年々好きになっていってるというか、なんか分からないことが面白いって思うようにどんどんなっていってて、なるほど、そうそうそう、確かにそんな感じ、うんうんうん、楽しみですね、はい、では最後に三船さんに改めて今年のロットバルトバロンの展望と目標、そしてそうですね、視聴者の皆さんにメッセージお願いできますか。いやでもなんだろう、でもあでもそれはすごいみんなと一緒でなんだろうな、まあそうすごい誰でも見て分かりやすいっていうアクセスの良さってすごい大事だと思うんですけど、うん、その今日見た作品たちは絶対僕たちの見てる側が一歩踏み込む必要があるっていうか、はい、そこに寄り添っていい場所を見つけられると、いい距離感を見つけられると、その映像とか作品が持ってるなんていうのかな、イメージがじんわりと伝わってくるとか、自分が理解できるっていうか、そういったお互いの距離感が一歩近づいた時に何か発生する何かみたいなのって、音楽もすごく近いところがあるから、そういった作品はあの常に作り続けていきたいなと思うし、なかなか俺らもライブができないって中で、そうですね、なんかすごくいろいろストリーミングめっちゃやってたんですけど、はい、なんかこうやって画面の向こう側の人に話す感覚とかもなんとなく去年1年間でつかめてきたところがあって、うんうん、他のバンドより上手いなっていう自覚があるんですけど、おなんかそれをもうちょっとまあ、だからみんなに新しい体験として提供できたらいいなと思いますし、うんうんうん、作品はなんか今絶賛作り始めてて、また早く作れってメンバーにお尻を叩かれていますがなんかまたそれでだからまあ今日こうやってクリエイターの皆さんとお会いできてお話できて、なんかでいろんな年齢といろんな人たちとこう話せたのはすごくめちゃめちゃ刺激になったし、なんかいろんな脳が覚醒してるんで、なんかこれを持ち帰ってなんか何かお返ししたいなって思うし、みんなとも何かここにいるみんなとも何かまた何か作りたいなって気持ちにすごい今なってます。そんな2021年にできるよう頑張ります。うん、はい、本当に改めて素晴らしい企画でした。いや、ありがとうございます。よかったですね。ね、よかったです、うんうん、すごく最初ドキドキしましたけど、はい、はい、ということで皆さんもぜひあの受賞されたミュージックビデオの公開も楽しみにしていてください。では皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました皆さん、はい、皆さんさようなら。みんなありがとうございました。